ボンガネジャパン、製造は東丸、アジア麺機構マーラーラーメン、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細めの柔らかめで白っぽいです。小麦の香りや揚げ物の香ばしさには乏しく、あまり自己主張しません。昭和っぽい感覚の麺でちょっと頼りなさを感じます。スープはフォアジャーと唐辛子の刺激が全面に出ています。ただどちらもちょっと湿ったような辛さで、爽快感とか豪快さには欠けます。個人的にはもう少しスコーンと突き抜けるような辛さが欲しいと感じました。旨味は十分以上に出ていますが、あまり主張はしません。あくまでフォアジャーがメインの味作りです。若干の酸味も感じます。やや単調さを感じる味なので、酢で食べるよりは肉や野菜を追加する方がいいでしょう。